はいどうもジャンクローズのヨウタと山本です。この間さ、台湾行ってきたのよ。お土産をね、あ、お土産買ってきたんです。買ってきてくれたの。うん、まあ確かに行ったのにお土産なかったなと思ってたけど、お前がいなかったんだよ。あ、俺がいなかったからか。新潟に左遷されたんでしょ。左遷されてません。まあいいね、飛ばされたんでしょ。早くお土産ください。ただ渡すのもつまらないんで、うん、目隠しして触っていただいて、その中から選んでいただこうかなっていう。怖いんだけどさ。違う、触った感触でね、選んでいただこうと思って。台湾で売ってたものなので喜ぶと思う。ちゃんと台湾で買ったやつだからね。こちらとこちらとこちらと役に立つからね。これはね、選んでいい。何種類ある？6種類あります。あ、これもね、持っていい？いいよ。これ、そう、合ってる合ってる。結構ずっしり、うん、ね、潰れちゃってるけど。潰れちゃってるけどね。カレー？え、これカレー？なんでもない。はい、あと、はい、これが分かんないから瓶で、こちらとこちらとこれと特殊ですね。あ、なんかこれ手触りいいな、これ。はい、こうまあ、大きい小さいあるけど、うん、ね、まあ、どれがいい？これにしようかな。あ、それでいい？うん、これ差し上げますんで。ありがとうございます。わざわざ台湾で買ってきた。嘘でしょ。ほらほらほら、なんか台湾で買ったほら、中国語で書いてあるでしょ。触った時なんとなく残念、逃しちゃった。あー、ビューさんのね、ほんとにカレーじゃねえかよ、これほんだし。台湾で買ってきたからね。台湾でね。でももう書いてあるのが何て書いてあるかわかんないけど。わかんない。とふりかけ。ロッテですよね。でも台湾に売ってた。じゃあ、ありがとうございます。結構持って帰ってるでしょ。待って。はい、飲み物。早く飲まんと。飲み物。バカなの。一気に飲まないとダメなんじゃないの、これ。持って帰ってる。飲み物。飲んで。大好きなやつ飲んで。喋れねえ。ゴーって音聞こえるんだよ。うーわ、リプトン積もってる。バカだろ、本当にもう。ということで、チャンネル登録お願いします。